はい、今週のですね、アウトドアライフはチューピー子ども新聞教室ということでですね、火起こしを、子どもたち、小中学生とですね、一緒にやってみようと思います。そのやり方はですね、前にもお伝えしたですね、メタルマッチを使った方法と、そして、前切り式ですね、火の摩擦を使った方法で、挑戦してもらおうと思います。さあ、成功するかですね、お楽しみにご覧ください。今なんて知ってるんですか？金属も熱くないからね。大丈夫よ。お、ついた。あ、出た。あ、すごい。やったね。ついた、ついた。すごい、うまい。いいよ、どんどん続け。ね、ほら、旦那ちょっとこうやって。あ、煙見えたよ。煙めっちゃ出とるよ。めっちゃ出とるよ。ほんまだ、燃えとる、ね。めっちゃ燃えとる。繊維に沿って割ってやれば。そうです。なんでそれでこれ割るかっていうと、これに火つけるのと、これに火つけるのと、どっちが簡単？こっち。なんで？あの、小さいからも、そう。お、力強いね。よいしょ。そして最後割れる時は、細い薪をこう刺して、これでフェザースティックっていうのをこうナイフで、だからバトニングって今言ったナイフを使った薪割りで割って、これをこう削って、おお、これにしっかり自分に気をつけて。